はいどうも、嫁と俺のマルコです。嫁です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は年の差夫婦ラジオ会、はい、ラジオ旅行編、旅行編ほういや旅行行きたいなって。おお、旅行に行きたい、うん、っていうのも、うん、最後に家族旅行行ったのがもう2年前とかなんだよね。あーでもまあそうだね、うん、で去年とかさもうコロナ始まって外出れなくなったじゃん、うん、でそのタイミングで俺も店辞めたりなんだってバタバタしたし、うんうんうん、で去年の嫁ちゃんの誕生日の時って、うん、その事務所入る時期だったんだよ。あれそうだっけ。そうちょうどそうだったっけ。で事務所に入りますっていうのを言ったのが11月の1日なのね、うん、1日なのね、はいはいはい、あーそっかそっか。じゃあバタバタしてた時期だね。だから事務所の方に行ったりとかしてて、ちょうど誕生日ぐらいの時って、うんうんうん、だからなんかそういうちゃんとしたお祝いしなかったのよ。はいはいはい、そうだったっけ、うん、で今もこうやって続いてんじゃんコロナ、はいはいはい、だからそのコロナパッと開けた時に、うん、久しぶりに家族旅行したいなっていう計画を立てたいなっていう話をしたいなっていう回でございますよ。うん、なるほどな、うん、嫁チャンネル。旅行か行ってみたいとことかないの。ないお家が良くない。やっぱこうお家が一番落ち着くじゃんまあそうなんだけど、うん、それを再確認するためにも一回旅行に行って帰ってくるってのも手じゃない。でもスーパー行くだけでもさもうなんかお家がいいなってなるじゃんわかる。でも気持ちわかる。ちょっと離れたスーパーとかさ、はいはいはい、片道で30分ぐらいのとことか行って、うん行ね、いつもと違う食材見てさ、うん、帰ってきたら旅行気分だよね。もうそう、もう帰ってきてなるお家最高ってなるよね。もうスーパーの中俺ウキウキしっぱなしだったもんだって。わかるわかる。もう私たちにとってのさ旅行はスーパーだよ。確かにな、うん、じゃあもう今日おしまいで俺嫁ちゃんと出会ってもう何年も経つんだけどさ、うん、旅行ってしたことないんだよなあんまり。そうだね、年に1回あるかないかじゃない。うん、どこ行ったかとかって覚えてる。長野お塩幸太郎さんのコンサート見に行った。コンサートだってコンサートって書いてあったんだもん。まあ、コンサートだけどさかっこよかったね。かっこよかったね。あれはね、あれがね初めてのお旅行でした ね、うん、あとお腹大きい時にさ水族館行ってきたね。あ、行った、うん、あのでっかい神社も行ったね。伊勢神宮だ。あ、そうそうそう、行ったね。 でっかい神社そう行ってきた。なんか大木にパワーもらって帰ってきたね、うん、そう、お腹も大きくなってきてもうそろそろ身動き取れなくなるなっていう頃に、うん、最後にね、ね、うん、最後にそうそう2人としてはな、うん、最後にね。そうだったそうだった。それとあとは息子ちゃん生まれてから温泉行ったぐらいか。うん、あれがね嫁と俺始める前だったんだよ確か。ちょっと前だよな、うん、部屋に露天風呂がついててさ。そう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 、もう部屋から一歩も出なくていいとこに行きたかったの、うん、要はね引きこもりですからね。そうそう、じゃあそうじゃねえよ息子ちゃんがまだちっちゃいし、ね、やや言っちゃうから、うん、もう食事とかも全部お部屋に出してもらえるし、うん、その温泉も部屋についてる、露天が部屋についてるみたいなとこ行きたいって言って、うん、広い部屋でな。ねえ本当にね、もう息子ちゃんがキャッキャ言って這い回ってたねねえ可愛かった。それこそ誕生日とかっていうことで言ってるんだよね。祝ってもらったんだよねあの時はね。だから去年は行けてないじゃん、うん、開けた時にまとめて行きたい、そのコロナがさ落ち着いてさ旅行とかがもっとできるようになってから、うんうん、何バーって行きたいね、うん、ってなった時にどこ行きたいって話やっとやっとたどり着いたぜどこ行きたいか、うん、どこがあるの外の世界って。なんかそのお金のこととか一回さ無視して、うん、なんかほらでもこれは高いからなとかってやっぱ考えちゃうじゃん、うん、そういうの一回抜きにしてその月とかそういうのなしよ、はい、はい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 ね、うんうん、地球上でな、うん、地球上で行ける場所な地球上で行ける場所、うん、うーん行きたい場所か。国内か海外かとかもあんじゃん。国内でしょ海外怖いもん。でもエジプトとか行ってみたくない。あでも行ってみたい。ピラミッド見てみたくない。うん、なんでそんな そんな興味ないのか。うん、なんかもうそんなイタリアとかかもしれない。イタリアっていうその国がわからん。国がわからない。どういうこと？どういうさどういう味の国なのか。もうなんで食い物しかねえじゃんよ。食べ物は美味しいんじゃない？やっぱほらスパゲッティとかピッツァとかさ。私マチュピチュ行きたいんだよね。マチュピチュ渋いとこ行ったね。ちょっと待って、それは今の話の流れで言うと食べ物だよね、うん、ってことは違う違う、ってことは、うん、アルパカが食べたいってことでいいのかな。違う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 。あのね俺のお友達が一人マチュピチュ行っててあの辺に住んでたんでお仕事で。へでアルパカって
普通に食うんすよって言ってた。なんか一緒に飲んでる時に。食用なんだね。食用ではないのかもしれないけど、食べる文化がある羊みたいなことだよ。だから食用って食べるためにそのあれはしてないのかも、飼育はしてないのかもしれないけど、うん、うんうん、なんか食べれるものだと思ってなかったよね、アルパカを。そうだね、かわいい。うん、でもそんなこと言ったら外国の人からしたらさ、日本人すげえよな、ウニ食うんだぜみたいに思われてるよ。そうなの？あんなトゲトゲのボールさ、食おうって思う人いないでしょでもやっぱ日本の食文化ってすごいって聞くよね。そもそも魚とか生で食わないじゃん。あーでも確かに、そっか。その有名なよく聞く国とかでさ、生魚食べるのって日本とイタリアも食うのかな、うん、なんかああいうあんじゃん、カルパッチョみたいなやつ。ほう、カルパ、あい、ね、サーモンのとかあんじゃん、あれ、はいはいはい、イタリアでももしあのままなんだとしたら生魚食べるよね、うん、まあ、中国もありそうだよな。中国なんか何でも食うイメージあるからね、うんうんうん、わかめ食べれるの日本人だけなんだってね。え、あんな美味しいものを。なんかわかめって日本人は昔から食べてるから、うん、その体内であれを消化っていうか分解する能力が養われてるけど、海外の人ってわかめを食べる文化なかったから、その分解できなくてちょっとお腹下しちゃうんだって。海の雑草って言われてんだって、わかめ。なんでそんなこと知ってるのいやいやいや、純粋にどうした。おじさんだからだよ。あ、そっかそっか。だからどこ行きたいとかないんですか。マチュピチュね。マチュピチュはね、行ってみたい。あ、違う、私木が見に行きたいの。木見に行きたい。さすが元木工だね。あのね、流血樹っていうさ。ん？流血樹っていう、流って書いて地って書いて木っていう、そういうな木があるんだけど流って書いて地って書いて木ってそのまんまじゃん。え、血液の地。あ、そう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 。ドラゴンの、ドラゴンの血液の、ブラッドの、そう、木、木、うん、っていう、そういうね、すげえ中肉臭い名前だね。そういうさ、木が、そのね、イエメンのね、イエメン、あのね、俺の祖国じゃねえかイエメンのなんかこの辺にある、そこ、コソトラ、そこと、どっちだっけ、こっていう、そういうなんかね、まあガラパゴス島みたいな。もう一回言って、うう、もう一回言ってガラパゴス島、うん、みたいな、そういうなんか、そういう感じで、そこにしかないのよ、その木って。あるある。ソコトラ島はイエメンのソコトラ県に属する、うんうん、インド洋上の島だって、うん、そうでね、なんかね、そこにしか咲かない花とかいっぱいあるんだって。だからそこにしか咲かない花、なんかあったね、そんなタイトル何の曲だっけって思ってたあとバオバブの木見に行きたい。木好きだね。大好き。なんかね、バオバブの木ってどこにあるの？こういう形、あそこ、ソコトラ島にもあるし、あとね、あ、それはいろいろあんな、うん、さっきの流血樹はソコトラ島にしかないってこと、うん、そうなんだ。なんで独自の進化をしたんだ。きっとそうだと思う。すごい。なんかね、ナメック星に、ナメック星、そう、ナメック星に生えてそうな木なの。なんかこういう形、こういう形の木ない？ナメック星って木って大体こういう形じゃない？じゃあなんかね、こう平らなの、ここが上が、そう、こういう形してるの。あー、なるほど。あのね、本があるの、本が。いいよ、本は出しちゃダメなんだよ。あ、そうか。何言ってんだよ。この幹を傷つけると、そのね、樹液がさ、うん、赤いんだよ。怖っ。だから流血樹って言われてんの。待って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 、血は分かったわ、うん、なんで流なんだよ。じゃあ知らない流みたいだからじゃない、やっぱり。で、昔はやっぱね、流みたいではねえだろ、平べったいんでしょ、頭、うん、そう。なんで流なんだろうね。流って言ったらなんかこんなさ感じじゃん。そうやな、なんかもちゃもちゃしてんだよね、幹がこういう風に。うーん、それってさ、和名でしょ、流血樹って。そう、読みが分かんない。分かんねえのかよ、うん、ほんと肝心なとこ抜けてるよな、情報がさ読名はね、なんて言うんだろうね。プレゼン向いてねえわ一番聞きてえとこが来ねえもんだってそうだね、和名しか分かんないね。でもあれだな、渋いね。イエメンに至ってはさ、今行けないんだよね。あ、イエメン、そうなんだ。治安悪いから海渡れないの、あそこ。イエメンにそもそも行けないんだじゃん。確か行けないはず。なんかね、ソコトラ島自体は、うん、そのイエメンが解放され、解放つか、うん、平和だったら大丈夫なんだ、うん、そうそう、4年前くらいまではね、行けたはずなんだ。私が興味持ったその1、2年前くらいに、なんかそういう治安悪いから行っちゃダメだよっていう、そういう勧告が、あの、 お国のさ、ああいう公式の方から出ててさ。そんなデリケートな国の話を今しないでもらっていいですか本当にねえ、ねえ、行ってみたいな。木か、うん、もうちょっとさ、現代の文明のあるとことかねえの。現代の文明か、うん、
例えば何現代の文明って。だからさ、その旅行行きたいとかって言ったら、うん、そういう都会とか行って次の日どこそこでショッピングして、うん、まあ、服見て楽器屋さん行ってとかさ、うん、電気屋さん行ってとか、そういうのはないの？いや、それもそれで楽しい。でもそれよりはやっぱ木なんだ。木みたい。ほら伊勢神宮の時もそうやったけどさ、すっごい太くてさ、でっかい木がさ、もういっぱいあるじゃん、うん、あれはね本当にねたまらんかった。嫁ちゃんは生えてる木と、うん、その材木になった木とどっちが好きなの？どっちが生えてる木。やっぱ生えてるのが好きなの、うん、ギタリストってさ、その材としての木にすごい興味を持ちがちなのね、うん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 、ギタリストあるあるなんだよ。木目とか見てうおかっこいいみたいなのってギタリストあるあるなんだけど、うん、そういうのはねえんだ。ない。生えてるのが好きなんだ。生えとるのが好きなの。要は、うん、豚肉食べるのは興味ないけど、うん、豚さんを見るのは好きってこと？あ、まあ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 、そういうことかな。でも木工の仕事してたんだよな。してた。うん、しとった。それ聞いてみたいんだけどさ、うん、なんで木に興味持ち始めたの？なんかね、なんでだっただろうかな。その若い時とかからあったの？若いって子供の頃っていうかさ。いや、木に興味持ち始めたのって、あのね、ゼルダの伝説っていうゲームがあってさ。みんな知ってるわ。ブレスオブザワイルドっていうゲームにね、うん、その流血筋が出てきたの。みんな知ってるよそのゲーム多分。でそっから興味持った。あ、流血樹があんの？うん。で何この木本当にあるのって思って、なんかいろいろ調べてたら、それが元になってるっぽくって。じゃあリンクがザクってやると赤い位置がダーって出るし、うん、それはないのか。それはないんだ。それは出なかった。なるほどね。そうそう、それでなんかね、見てみたいって思った。違う違う、それは流血樹の話でしょ、うん、木自体に興味を持ったのもその時ってこと？そうだね。めちゃくちゃ最近じゃねえか。神社の木めっちゃ好きだった昔から。うん、それは山の民なんだよねやっぱね。そうなのかな。木しかないじゃん家の周りって。木しかない。だから太い木とか見るとやっぱ高まるわけでしょ。うん、なんかいいなって思っちゃう。でもさ、俺それちょっと分かるのが、うん、海って言ってもテンションあんま上がんないんだよ俺。あ、はい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 、綺麗だなとか思うし、分かる分かる、いいなとかさ、うん、潮風がとかってなるけど、うん、森入った時の方が上がるのよ。分かるよ、ワクワクしない森って。なんかだけど、うん、海ってさ、じゃあ俺のへんてこな感覚喋っていい？あ、海って海という巨大な神様なんだよ、うんうんうん、感覚として。精霊って言おうか、じゃあ、はい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 、海という巨大な精霊がいるんだけど、うん、森ってさ、うんうんうん、たくさんの精霊が住んでる気がするんだよ。あ、わかるわかる、すごくわかるよ。とても賑やかな感じがするのね、うんうんうん、これ気持ち悪いなこの話。気持ち悪い、スピチュアルすぎる。スピチュアルな。ちょっと待ってごめんなさい。そうだね、うん、山の母みたいなさ、スピリチュアル系 YouTuber やろうかな俺。山の母なの、うん、山の母。すごくね、 山に対して自分お母さんって言っちゃってるのすごくない？すごい。温泉とかは？温泉も好き。そういう海とかは？海あんま興味ねえんだね。興味ない。全然だねそのリアクションがね、うん、なんかね。でも視界は行ってみたいなって思う。怖いんだよあれ。そうなの？だって目とか入ったらやばいから。あ、でもそうだね、塩分濃度が高いんだもん、ね、うん、だからちょっと気をつけなきゃいけないし、うん、天然の、うんうん、ああいうものって、うん、どうした？なんか聞けば絶対帰ってくるから面白いなと思ってさ。自然の状態で、うん、俺らが居住、その生きてるところにないようなものって地球上にたくさんあるじゃん、うんうんうん、そういうものって危険なことの方が多いんだよ、うん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 、例えばアメリカで言ったらさ、イエローストーン国立公園って知ってる？なんかカラフルな池がある、池っていうか湖があるところなんだけど、あれとかもめちゃくちゃ酸性なのよ。はい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 、でしょ、うん、でそれが天然で出来上がってるわけなんだけど、うん、天然のものって基本危険だから。ロマンだね。ロマンだよ、ロマンだよ、うん、でそこは人間があんまりね積極的に関わっちゃダメだと思うんだよ、うん、だから視界とかもちょっと怖い人。うん、そっかそっか。イエローストーン国立公園のあの酸性値の高い池、うん、あ、なんかいろんな種類の池があるんだってね。へえ、そうなんだ。カラフルなやつとか、うん、カラフルじゃない、なんかその変な、うんうんうん、何結晶ができてるみたいな池とかいろいろあるんだけど、あのカラフルなやつめっちゃ怖くて酸性がすごい高いんだよね、うん、で90度ぐらいあんの。え、水じゃなくって熱湯なのよ。だからもう落ちたら大やけどだわね、うん、しかも酸性が高い。助からないね。落ちちゃうと、うん、一晩で遺体がなくなる、うん、そうなの。こういうその酸だから分解するじゃん、うん、で温度が高い方がその分解の速度って促進されるんだって。へー。だから落ちて24時間後に
探しに行くともうないらしいよ。うわ怖っ。怖いけどなんかいいね、人を寄せ付けない自然っていうのはちゃんと遊歩道とかあんだよ。でもああそうなんだそりゃそうだよね、うん、見には行けるんだけどって話、うんうんうん、もう自然のものってやっぱ怖いなって思う、うん、だから俺旅行行くときは自然のものよりもその人工的なところの方がまだいいじゃん。あそうなんだ。だって人が集まるために作った施設、うん、まあ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 、まあ、だからさ そうだね、そういうさ、うん、ディズニー行きたいとかさ USJ 行きたいとかじゃない。確かに旅行っつったら、いや行ったら楽しいと思う。どこでも楽しいと思う。なんか俺嫁ちゃんがさテーマパークみたいなとこではしゃいでるイメージが全然わかんねえんだよね。あ大丈夫大丈夫、あ魔法かかるから大丈夫。本当に行ったことある？行ったことあるの？あるよ、ディズニーランド。何しに行ったの？遊びに行ったよ本当に遊んできた？うん遊んできた遊んできた。何してきた？ディズニーで何したの？なんかね、インディージョーンズのねアトラクション乗ったでしょ。 C 俺行ったことないんだよ。 C はねなんかねいっぱいアトラクションあったはず。えどっちだっけ、どっちがなんかあのアトラクションってどういう乗り物的なことでしょ。そう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 、普通のディズニーランドじゃないの乗り物って。乗り物は昔からあるじゃん、なんじゃらマウンテンとかさ。あれそっちそれがランドだっけ？ランドだよ。あ本当？でもね私多分ね C ランドはあんま行ったことないんだよね。 C に行った。 C にいいな俺あれ行ってみたい。あのさ、うん、いい声のさカメさん。ああのそうそうファインディングニモのやつだよ。あれファインディングニモのカメさんなんだ。そう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 あれすごいよね。あいつがお客さんとさ、うん、こう、うん、さあ手を挙げろとか言ってるじゃん、うん、でそこの君だ、帽子の君、そうそうそうお前だよ、横向くんじゃないよみたいな言ってるやんか、うん、あいつと喋りたい。すごいね、私無理だわ、怖いもんだって。なんかだってさ俺がさ、うん、そのあなたのお名前は何ですかって聞かれてマルコですって、マルコかうーんってなるじゃん絶対、ね、そのリアクション見たい。 あそうえだって面白くない？わかんない、怖いもん。いじってもらえるんだよあそうやな、いじり大好きだもんね。そうやね、最高にいじってもらえるよねきっと。そっか、旅行は旅行の話しようと思ったのに8割木の話ですよね木と自然の話、ね、大自然の話だでも自然を見に行くっていいね、旅行でさ、うん、ただそれはさ俺たちが楽しいだけで、うん、息子ちゃんは多分楽しくないと思うんだよ。そうだね、息子ちゃんは絶対に楽しくないと思う、うん、だからねやっぱ息子ちゃんと旅行行くんだったらやっぱね、そのね、うん、レゴランドみたいなやつとかさ。あーなんかあるね。ね、うん、ごめん、なんかなんか名古屋にさなんかそういうのが立ったっていうのは分かっとるんやけどなんかちょっとレゴって分かんないから興味なしだったね本当ね分かるよ分かるけど、うん、レゴも触ったら多分面白いよ。だってガンプラ楽しかったでしょ。うん楽しかった。あんな感じだよ。うーん話してるだけで旅行した気分になったよ。そうだね、いろんなところに行ってみたいなとは思うな、うん、ウキウキするよね。ウキウキした。話してるだけで行った気分にはならねえそっかそっかそっか、今想像で行ってきた。今皆さんが行ってみたい旅行先とかさ、そういうのもコメント欄で書いておいてくださいね、うんうんうん、ぜひぜひ。だってそういうとこから思いつくかもしれない、ね、俺たちもね、うん、知りたいです、ね、息子ちゃんと3人 でも行くとしたらやっぱ3人じゃん多分、うん、で3人でこんなとこ行ったら面白いんじゃないっていうのがあったらさ、うん、コメント欄書いておいてください。まあそんなとこですか今日は。はい、ほんとこんな動画で大丈夫か。大丈夫かいいのかこれは。木の話しかしてないけど、うん、大自然の話で、まあ自然は偉大だなっていうことで、はい、いつものやつ行ってみよう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくださった方、自然いいよね、旅行いいよねって思ってくださった方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok やってますのでフォローお待ちしております。メインチャンネル嫁と俺の方では2人でギター弾いたりとか、嫁ちゃんがボーカルを歌ったりとかしておりますので、そちらの方もぜひ。あと嫁と俺の楽屋裏っていうチャンネルもあるんで、そっちの方も登録しておいてください。というわけでよかったらまた見てねまた見てねまた見てね